はい、どうもこんにちは、デラケラスでございます。はい、ということで3000個限定ウルトラレプリカシリーズブラックスパーク連射が届きました。まあね、ちょっと遊んでみたわけですけれども、うわ、かっこいいですね。すごくかっこいいです。前回発売されたスパークレンズのリデコアイテムなんですけれども、まあ、ブラックスパークレンズということでも黒を基調としていてね、めちゃくちゃダークな雰囲気を漂っていて、で、今回ね、ものすごく良かったところが一つありまして、A の部分のマーブル塗装が、ちゃんとサンプル通り綺麗だったっていうところですね。前回のスパークレンズを持ってきますと、まあね、だいたいこういうぐらいなので、スパークレンズ本当にね、サンプルと全然違う。本当にこれは、もうねって話です。再現度動向の前に、まずここどうにかしろって話よ。うん、今回のブラックスパークレンズの方は、綺麗で、すごくそこは満足しています。でですね、まあこのブラックスパークレンズは惜しい。いろいろと惜しいですね。相変わらずウルデプって感じですよ。ね、まあこれもスパークレンズの時から変わらないですけど、このウィングのね、あれの角度、やってみてほしいんですけども、まあそういう緩やかなカーブ。ね、まあそういうところとかいろいろあるんですけれども、今回ブラックスパークレンズで一番問題になっている部分が、ここの部分ですね。ここの黒い部分、ここの、まあ、グレーの部分が本当は劇中だと、まあ、白なんですけれども、なぜかグレーにしちゃったっていうね。ここがね、一応と違うじゃないかっていうね、すごく問題になってましたね。まあ、大人のための変身アイテムで、しかもこれ7800円しますから、で、しかも3000個限定ですよ。なんとかできなかったんですかね。あとはですね、ティガトルネード、ティガブラストの音声、まあ、あとクリーターティガと音声ね、入ってるっていうのは、すごいいいですね。ティガトルネード、ティガブラスト、で、マルチタイプになってのグリッターティガっていうこの流れをね、再現できるっていうのは、まあ、いいんじゃないかなと思います。最後に流れる、ブレイブラブティガーですけれども、流れるっていうのはいいんですけれども、短い、いやー、ちょっと、あれはやっぱ短いですね。だいぶ短いですね。でお、盛り上がってきた。ねえ。お、盛り上がった。ねえ。終わっちゃったみたいなさ、そんな感じ。これ変身しながら聞きたいよね、やっぱりさ。ライダーのコンセルみたいにさ、変身しながら聞きたい。やっぱこれなんかこう、いまいち落ちてるね。惜しやーっていう感じなんですよね、ルレプが毎回。まあただ僕基本的に飾り中なんで、前から言ってますけど飾り中なんで、音声はそこまで重視はしないんですけれども、まあただね、このやっぱね、3000個限定で、なんか5分とか限定ちゃったじゃないですか。そのレア感だよね。なんかもうレア感がすごくなっちゃってるよね、このブラックスパークレンスは。まあただ僕、ギャラクシー版のブラックスパークレンス持ってなかったので、今回ブラックスパークレンスを、まあ、手に入れられたっていうのはすごく良かったなと思います。ということでですね、まあ、軽いレビューになりましたけれども、ブラックスパークレンスをご紹介でございました。それでは皆さん、ではご視聴ありがとうございました。デラキラスチャンネルは Twitter もやっております。関連動画はこちら。チャンネル登録、コメントもよろしくお願いいたします。ということで、以上、デラキラスでした。バイバイ。